ニュースポストセブンです。ドラマ愛の不時着で主人公を演じたヒョンビンさんとソ・イェジンさんが結婚を発表しました。不動産投資家としても知られ、総資産額は25億円にもなると言われている2人、相当豪華な結婚式を行うかと思いきや、予定されているのは超地味婚なのだそうです。韓国の関係者によると、3月に挙式予定で、親族やごく親しい知人だけで済ませるそうですとのこと。韓国ではどれだけ警戒しても有名人は結婚式の写真が流出してしまうそう。2人はそれを警戒し、信頼できる身内だけで開催することにしたようです。ニュースポスト7。